アシスタントの高橋凛です。はい、私は専門学校の時に1年間アルバイトをさせていただいてて、その中でスタイリストさんやアシスタントさんとたくさん話させていただいたり教えてもらえて、人の温かさを感じることができて、私若葉に入りたいなと思いました。入社前に美容院で働くっていうのはすごい大変で、人間関係も厳しくてっていうのがすごい印象でした。大変なのは大変なんですけど、でも私若葉に入って人間関係っていい意味でこんなにあったかいんだ、仲いいんだと思って、すごい印象でした。スタッフやみんなの幸せを考えてくれる社長がいて、すごいたくさんのことを教えてくれて、応援してくれる先輩方がいて、一緒に頑張ってくれる同期や後輩たちが、すごい本当にあったかい会社なんだな、お店なんだなと感じました。私はお客様にシャンプーやヘッドスパを喜んでもらえたり、褒めていただけることがすごく嬉しくて、そしてお客様に覚えていただけるのもすごい嬉しくて、応援していただけるので、なんかやりがいというか頑張ろうって思います。私は今までアシスタントとしてスタイリストになるのをすごく目標に頑張ってきて、今回スタイリストになる試験で合格をいただけたので、これからはたくさんのお客様に喜んでもらえて、また会いたいって思ってもらえるスタイリストになれるように頑張ります。大変なことはもちろんあるんですけど、チャンスをたくさんくれて応援してくれる社長や先輩がいて、一緒に頑張るみんながいることが本当に幸せだなって思うので、体験とか見学とかやってるので、見に来ていただければすごい牛若丸の良さとか温かさが伝わると思うので、ぜひ来てください。牛若丸で一緒に働く仲間を募集して